はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このアニマルトレーナーシミュレーターをプレイしていきたいなと思います。まあそれのプロログ編だね。なのでまあ無料体験版なんだけれども、まあちょっとねアニマルトレーナーにねなってみようかなと思います。ということで早速ゲーム開始。いやー楽しそうなんだよな。ちょっとすげえ面白そうだったから、ちょろっとプロログだけ遊んでみようかなと思ってやってみようかなと思ってるんだけど、読み込み中、読み込めてるこれ。あ、来た。お、ほう、いきなりこう1000ドル、左上1000ドル持たされて、これなんか家の前にほっぽり出されてる。これ我が家、これ自宅ですか？どうすんのこれ。タブキーを押してタブレットに入り、犬小屋を購入しましたよ。犬小屋買えって言ってるな。はあ、あ、これか。犬小屋、あ、馬小屋。すげえな。犬と、でもすごくない？犬小屋100ドル。馬小屋も100ドル。同じ値段なのかよっていう。まあ、とりあえず犬小屋買おうか。どこに買うのこれ。ちょっと待って。どこに買う？これ、まあ、犬小屋って、犬小屋ってそんなに、まあ、ここら辺に買ってみようか、ちょっと、試しにね。あれ？バツって、ここ買っちゃダメなの？すげえバツ広くない？結構遠くに買わなきゃいけないんだけど。じゃあ、ここに買ってみようか、犬小屋ね。お試し犬小屋。あ、来た！新しいメッセージが届いてます。メッセンジャーアプリを開けと言ってるんだけどね、これか。ザイデン。ザイデンからメッセージが来た。こんにちは。ペットを訓練する必要があります。来てください。私のペットには空いているスロットがあることを確認してください。ペットは次のように訓練されますと。トレーニング要件。手を出す。あ、お手。横になる訓練。はあ。基本防衛の訓練。まあ、どれも10分の1って書いてあるな。まあ、ということで、これ、こいつが、なんかトレーニングしてくれんのかな。ああ。ということで、動物を登録と。俺、でも動物持ってなくない？あ、これ持ってんのか。割り当てる。ということで動物が登録された。あいつが訓練してくれるらしいな。で次、チュートリアル、犬タブレットに入り顧客へのナビゲーションを設定します。だってナビゲーションってどういうこと？名前ハゼル、でさっきの財伝やな。で、ピックアップまでの時間29分。わかんない。ナビゲートどうなんのこれ。ガレージから車を取り出してください。なんか結構ガレージはどこにあんの？あ、これか。ここで車を、車両を選択だって。ピックアップ、普通のトラックみたいなやつか。はい、乗りまーす。はい。お、運転してこれどこ行くの？ペット受け取るために顧客の元へ向かってくる。どこまで行くのこれ。え？顧客の元ってどこ？この赤が気になるんだけど、これは何なの？このさっきからこれ気になるけど、この赤は。ここは何なのこれ。関係ないのか。顧客の元ってどこ？あ、あそこか。300何メートルまで行けばいいのか。これとにかく突っ切っていいこれ。ちょっと待って。柵があるな、これ。これぶっ壊したら怒られるだろうね。これしかしこれ俺は道路、通っていいところ通ってるんだろうか、これ。ちょっと待って待って、わかんないこれもう。待てな。こうして、こうやな。はい。ちょっと待って、俺、もうちょっとさ、アニマルトレーナーらしきいいことしたいんだけど、まだ当面を運転なのか、これ。あ、ちょっとこれ。ウェットレース。なんか、あれが手に入ったわ、実績が。これ今、実績解除のためにやったからね。ちょっと配信に映ってるか分かんないけど。はい、とりあえず、よし、こっちから行こう。な。で、こっちやな。はい。とりあえず、あの顧客の元に行って、あ、ここやん。はいはい。やっとった。なんか踏んだな。ちょっともうわかんねえんで、これ見えないんで、下が。道路が。落ち着いて。はい。で、これで、こうか。F で降りて。はい。で、どうすんのこれ。どこ行くのこれ。え？これ、ここ、車に踏んづけちゃダメ？ちょっと待って、もうちょっと下がろうか。こうやって。ここで行きゃいいのかな。はい。ということで、新しい注文。財伝はハゼルをトレーニングするように頼んでいますと。うん。犬は以下のようにトレーニングする必要がありますと。ということで、これを今から俺がトレーニングするってことやね。お手とか横になって基本防衛をトレーニングしてやろうと。任しておいてください。ご注文は受け付けられましたと。ということで、犬のトレーニングを開始する前に、その信頼レベルを100に上げる必要がありますと。信頼レベル？これは、撫でることやおやつを与えることで実現。あ、
なるほどね、犬との信頼関係を先に築ける。まあそれそうだよな、じゃないとトレーニングなんてね聞いてくれないよな。これがないと動物をトレーニングすることで任せてくれ。はい、撫でよう。撫でる、頭を撫でる。よしよしよし、あれよしよしよし、あれ撫でる、あれちょっと待って、ちょっと待って、どうだった。こうやって、まずこうやって、これで撫でれるかな。頭を撫で、あ、撫でられない。遊ぶ、綱引き。インベントリーに適切ない、どうすんだよ。ペットを褒める、褒めたらこいつ喜ぶ。え、撫でらんないんだけど、これ信頼だってゼロだよな。ステータス、あーあーああごめん、これまだいいのか。動物を車に連れて、とりあえず乗っけろってことか。はい、帰ろうか。よし、預かったぜ。よーし、これでいよいよ OK、 こいつ乗っけて、いよいよトレーナーらしいことが始まったな。ということで帰るぞ。はい、あそこをめがけて400。これちょっとこれ運転がだるいな。これ操作性がすげえ悪い。ちょっと待って、どこ、こっちか。おい、とりあえず通れるところを通ろう。おそらく道路ではないところを通っているわ。あ、痛い。よし、この住宅街を突っ切ってですね。はい、なんで、まあ、とりあえずね、動物とね、やっぱ信頼関係を築いて懐いてもらう必要があるってことだよね。よし、突っ切ろう。たまにこれ、あの、池ポチャするから気をつけないと、ドボンしちゃうから。さっき俺は実績解除のためにやっておいたということにしておこう。よし、これで、はい、よし、これでいいんじゃないか。はい、ということで店に入って犬のおやつを購入します。どれ、店、これのこと、何これ、何このマーク。どこ。あ、これ、あ、これがお店なのか。はいはいはい、ちょっと待って、ここで、これペットフード店、ペットショップかなんかかな。はいはい、ここで入って OK、犬のおやつ、フード、え、何これ、犬のおやつを購入します。これか、え、これ買えないけど、犬のフードバッグでいいのか。これ買って、これか。はい、やったぜ。ということで帰ろうか。車に入る、よし、買い物も終わり、乗って、家に帰る。家どこ、家の方向性出してくれ。逆だ、あ、こっちから、こっちから行くか。はい、だってこれ移動だか、ちゃちゃっとしてほしいな。結構めんどくせえな。これ、ね、道がわかんないんだよ。もうこれ突っ切るしかないよな、これな。水に池ポチャしないように突っ切っていく。あー、待った、そういうこと言うから、ほら、川に入っちゃう。もうやだ、なんか違うところで俺つまずいてんだけど、ちょっと待って、どっちだ。ゲームが変わってんだよな、これ。どっちだっけ、こっちが逆やな。なんかすごいとこに来たな、これ。よし、これで、突っ切っていいですか、これ。ダメだな、これちょっとターンして。こっち側や。なんか変なとこ、池ポチャとか川ポチャした後に、すごいとこに戻ってきたから。まあでもこの道をちょっとおとなしく、今度は通っていこうか。これで、まあ戻れるんじゃないかと。ちょっとね、狭いな、これ。いや、このね、車のね、マジで運転性がね、良くない。ちょっといい車買おう。車のせいにしてしまう。これで、うっ、帰ってきたぜ。まあ、幸いにしてな、ここは土地が広いからな。あ、これ車の置き場なのね、やっぱね。ここ駐車場ってことね。はい。OK。これでいいだろう。ということで出て、はい、帰ってきたぜ。え、ほんで、どうすんだ、車から動物を連れてくると。よし。はい、降りていいよ。やったぜ。はい。ということで、これがあれね、トレーナーとして最初に引き受けた。ハゼルだったっけ。名前忘れた、ハゼルだったよな。よーし、ハゼル来い。で、ここでトレーニングすんのか。お手とかやるんでしょ、お手。ここに入れんのか。あ、ハゼルこの中入れてしまうのね、これね。はい。これで、リードを外してください。はい。よし。ボールに食べ物を入れる。はい。お前に餌をやろう。買ってきたからな。はい、食べてごらん。よし。水をやる。あ、かわいい。犬が動物が食べるのを待ってくださ。これさ、ちょっと撫でていい？撫でれる今。あ、かわいい。ちょっと待って、これはもう、信頼関係を、お腹を撫でる。あ、かわいいね。もうこれ信頼関係を築けるんじゃない？すぐ。食べ終わる。早いな、お前。しかし、ドッグフード食べ終わるの。
タブレットに入り犬の洗車建物、あ、犬洗うやつか。犬の洗浄、あ、これか。これを買って、よし、この近くに置いてしまおうか。ちょっと最初配置なんかどうでもいいよ。はい、なんでリードでいい。よし、リードにつないで連れていこう。はっ、ここで洗おうぜっつって早速入荷した。よし、でこいつでホースを拾う。はい、んで何ボタンを、何でこれ どうすんの。あ、あこれ綺麗になってるこれ。はい、はい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 、綺麗にしようね。はい、お風呂ですよって、シャワーですねって言って、こすり洗い、これどうすんのこれ。水より次スポンジを取り、スポンジこれか。はい、これこれね。あ、ちょっとこれ先に置いて、これスポンジやな。はい、ゴシゴシゴシ、はい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 、よし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 、あー泡立ってきた。あー、ピカピカ、あー、ピカピカかわいい。よし、ほんで最後にもう一度動物、水洗いやな。で、水かきして。はい、流そうね。泡だらけ。石鹸だらけやな。はい、きれいにしようね。ちょっとこっちからなのね。はいはいはい。はい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 。はい、きれいきれいきれい。はい、きれいになったよ。よし。ということです。ホースを置きまして、完了。これどうすんのこれ。犬を連れて外に、よし、よし、リードにつなごう。よし、これで動物をリードから解放する。だって大丈夫これ、ここもうあれ放し飼いしていいのこれ。はい、よし、こいつちょっと撫でよう。はい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 、信頼を得るまでね。あー、今29、あ、これ結構45、よし、50、半分いった。100得られるのもちょろいな。こう撫でてりゃいいんだからな。よし、もうちょいだ。はあ、よし、信頼100になった。ということで動物をトレーニングしよう。もう信頼100だから早いもんよ。ということでトレーニング、手を出すくんね。お手をしよう。はい、どうすんのこれ。はい、え、どうする。はいはいはい、いやいや、お前ふざけんな。はい、よし、これでいいのか。よし、あ、ダメ。え、ちょっと待って、よく分かってない。やり方が分かってない、これ。トレーニング、手を出す訓練。はい。トレーニングしようって。え、ペットの足、A と D で整列させてどういうこと？これで何をするの？これ。はいはいはい。あ、あ、このボタン押せってことか？ 9 か。あ、そういうことね。あ、分かった方、意味が分かった。ボタン押すのね、これ。ちょっとよく分かんない。はい。はい。いいよ。はいはいはい、ちゃんとしつけてあげてね。おー、どっち行くの。はいはい、お前変化球はやめろ。目が輝いたな今。はい、ということでトレーニングの後に動物を褒めることを忘れ、よーし、よくやった。よしよしよし、あー、いいね、かわいいね、寝っ転がって。あー、なんかだんだん愛着が湧いてきたら、ね、ここで撫でてやろう。頭を撫でる。あ、かわいいね。あ、よし。よし。はい、まあ、どうでもいいや。終わった。ということで、次トレーニング。横になる訓練やな。これどうすんのこれ。青い、手が青い領域あるとき、左ボタンを押すってどういうこと。え、左ボタン、あ、こういうこと。え、ちょっと待って、よくわかんない。あ、これでいいのか。よし。よし、褒めよう。なんかよくわからんが、今のでできたらしい。よーし。はい、いい子、いい子。タブキーを押してタブレットに入り、攻撃トレーニングポストを購入します。あー、なるほどね。あ、確かに防衛のなんとかつってたな。これも、じゃあ、ここら辺に設置しますか、じゃあ。え、どこに設置するのこれ、ここら辺。はい。買ったぜ、お前のためによ。はい、どれだ、あれ、これか、これこれこれ。リードで連れて行こうと。はい、リードつないで、よし、あれあれ、つなげてるよな。よし、おいで。これでここや、訓練するぞ。あ、違う、トレーニング、待って、
これどうすんのこれ。あ、ここか。ちょっと待って。これでスペースキー素早く押して矢印を反対側、え、どういうこと。え、あ、こういうこと。あ、連打しろってこと。よくわからんまんまやってるから。あ、かぶりついたわ。アタックしてる。なるほど。ふおー、はい。素晴らしい。たくましい犬に育ちよって。ガブ。これでもトレーニングなってんのかこれ。ふおー、はい。さあ、噛みつけ。ということで、よし、よくやった。ご褒美あげよう。はい。ああ、ごめん、戻ってきた。はいはいはい。いい米。はい、ちょっと待って。はい。ご褒美。ごめん。はい、偉い。ということで、動物を車に連れていくということで、よし。トレーニング終わった。車に行こう。で、今度車に乗っけてどうすんの？これもう、あれか。もう飼い主の元に返す感じ？ちょっと待って。ちょ、はい。これで運んでいこうって感じかな。顧客の元に行くだから。よし。ちょっとこれ運転が一番めんどくせえ、これゲーム。よし。いや、いいね。ちょっと、俺もアニマルトレーナーやれるかもしんない。よーし。さあ、ちょっと突っ切りまして。待って、よくないよくない。これね、またここ、池ポチャがあるからね。もう覚えたわ。これなんか、地味にさ、イケポチャの仕組みを入れてんのがちょっと嫌だよね。ドボンしますみたいな。そういう要素もちゃんと加えて。おお、危ねえ。またやな。さっきもやったの同じことだよ。よし。はい、ここにちょっと前で止めまして。はい。ほんで、犬とほっ、引きずり出しましてと。さあ、行こう。はーい。はい、お客さん。ということで、配達しますかと。ハゼルトレーニング。横になる訓練 1.05、 手を出すトレーニング 1.2、 基本防衛の訓練1と、注文仕様知っている。配送。よし、家に帰る。よし。ちょっと顧客と挨拶したかったけどな、姿形見えぬまま終わってしまったわ。よし、帰ろう。まあ、犬さ、終わればあと帰るだけさ。なるほどね、アニマルトレーナー初心者ですが、だいぶ慣れてきたな。よし、帰ろう。まあ、さっき馬ってあったからね、次はね、馬も出てくるわけよ。馬のしつけもしなきゃいけないって、やっぱ多岐にわたるよね。まあ、ドッグトレーナーじゃないからね、アニマルトレーナーだから、まあ、ありとあらゆる、やっぱアニマルに押し付けるというね、そういう、やっぱり仕事なわけで、動物の種類によっては相当大変なんだろうな。で、タブレットに入って、出たよ、馬小屋。馬をやれと。はい、馬小屋。馬小屋、ここに建てようかね。はい。で、メッセージアプリが来たと。で、あー、カルメロね。ペット訓練する人が来てください。私のペットに相手にすることがある。ということで、乗馬訓練と、レバードって何？レバードって。ちょっとわかんない。とりあえず動物登録しよう。よし。ほんで？顧客へのナビゲーション、これか。さあ、拾いに行けと。車にトレーラーを。あー、出たー。そうか、馬だもんな。馬を助手席に乗せるわけにはいかんからな。入らんもんな。ということで、トレーラーは自動的に接続されてくるはずです。よし、馬を持ってくるのも大変だよな。あ、どこだ場所。こっちか、逆だわ。え、どういうことこれ。トレーラーをどうやってくっつけんのこれ。え、これどうやってくっつくのこれ。これくっつくこれ。え、どうやってくっつけんのこれ。ちょっと待って。あ、これでも向きが逆か。こうじゃないの。ここを後ろで連結するのか。ちょっと待って。これ回って。
まあ、ちょっとブレーキして。後ろがわからん。え？こうか。逆はいはい、これでくっつく、あお、待て、ずれた、よし、くっついた、よし、行くぞ、これで顧客の元に向かってください。よし、この中に馬を入れてくるわけやな大変やな。ちょっとこっちの視点で行こう。さあ、馬を拾いに行くぞ。すごいね、馬までやるってやっぱ相当な腕利きなんだろうね、この人ね。もう犬から馬までやりますよっていう。っていうかさ、お金減ってるけど、さっきトレーナー料もらった？お金しつけトレーニング料はもらったのかい君。お金は減ってるか。よし、ということで、はい、こんにちは。馬いるのかね、馬は。はい、よし、ということで、はい、馬はどこですか、馬。あー、できた。カルメロは、ジプシーをトレーニングするように頼んでいます。乗馬訓練とレバート訓練受け入れようじゃないか。うほほほほ、すごいね。助手席に近づいて、動物を車に乗せる。え？乗る？こいつ。乗らねえよな。ちょっと待って、どういうこと？トレーナーに、ちょっと待って、おい、お前、待って。待て、こっち来いよ。ここね。こうすればいいのか。これで、はい、来て。おい、ちょっと待って。おい、ちょっと待って。脱走するぞ、このままだと。リードをつけるやな。こうして、はい。あかわいい、かわいい、乗った。はい、おとなしくしててね。じゃあ、ちょっと連れて帰りますね。いや。はいはいはい。かわいい、顔がひょこって出てんのがマジでかわいいわ、これ。はい、ちょっとこれね、悪いけど畑の中突っ切りまして、人んちの畑だけどね、これね。幸福を失っています。あ、蔵外さなきゃダメなの、これ。ちょっと外してあげる、これ。まあいいか。もうちょっと我慢して。今あなたが幸せである必要はないよ。これから幸せにしてやるからな。待ってろ。よし。なるほどね、蔵を外せっつってんのね。それ先行ってくれ。んで、右側か。ちょっと待って、ぶつかる。これ、馬にも振動が来るわ。あ、おとなしくしてる。暴れないのが偉いね。ちゃんとおとなしい子なんだね、これね。で、またこれ、馬の餌を買ってこいと。そういうことやな。はい、はい、はい。よし。あ、これ、もうちょい前。こんな感じ？まあいいや、とりあえず買ってこう。よし。で、駐車できてない。ちょっと待って。まだ蔵をつけて、ちょっとこれ外さなきゃダメ？ちょっと待って、もうちょい先に乗るか。どういうこと？違うよな。これ離れすぎてるよ。この赤に止めるんでしょ？これなんでこれ11メートルってなの？ここじゃないの？これと。店に向かって運転し、その隣に駐車します。これ駐車できてない？これでいいよな。よし。はい。ということで、店に入って馬の食べるものを買いますということで。馬食品。以上。家に帰る。さあ、帰ろうぜ。うわ、でかいよね。これ何？牧草？わかんないけど。とりあえず帰ろう。どこだ？逆。一回出て。ちょっと待って、これトレーラーがついたことによって運転が非常にちょっと待って、これ交通あるからな、危ないよな、事故るよな、めちゃちょっともうやめて、そういうのいいから、もうそういう幸福とか後にして、もう車線が分かんないこれもういいよ、はい、帰ります。よし、まあ、とりあえず道を行って、そこね、川突っ込んじゃうからね。はい、これ橋渡りまして、でも馬おとなしくね、顔ひょこっと出してるのかわいいよね。ほら。かわいい。さあ帰りましょう。
さあこのトレーニングは大変だぞ。やっぱアニマルトレーナーも結構大変だよねこれね。馬まで引き受けちゃうともうやることがもう連れて帰るだけで一苦労だわどうせなら馬に乗って我が家まで来てほしいよね。こいつお願いしますって言ってさ、こっちが引き取りに行かなきゃいけないのがやっぱり大変なんだよな。よし、まあそんな文句を言いながら着きましたと。倉庫の前に駐車しますと。 OK、 やがましいわ。待って、ちょっとずれるだけでこれ怒られるからねこれ。はい、まあ、とりあえずこんなんでいいでしょう。よし、 OK。 ほんで車からスナックを取り出す。これどういうこと？こうか。はい、でトレーラーから馬を降ろすということで、はい、降りましょうね。で動物になでない、あそうだ、信頼関係ね。あえらいえらい、あえらいね、あえらいえらい、よし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 、かわいい声。ちょっと待って、はいはいはい、なでなで懐いた、はいはいはい、かわいい、あーかわいいね、あーかわいい、よし、はいはいはい、はいよ、はいはいはい、頑張ってね、はいはい、頑張ってダービー馬になってください走ってください。これ競走馬じゃないのか。はい、よし。で、動物と一緒に乗馬訓練を開始するということで、早速トレーニングしようか。乗馬訓練ってどれ、お辞儀、お辞儀訓練、乗馬訓練じゃないけどこれどれのこと、お辞儀でいいのこれ、違うよな。え、乗馬訓練でなくない？あ、リードつけなきゃダメ？で、こうして。え、乗馬訓練ってどれ？馬に乗るか。こうか。馬が完全に乗馬訓練を受けるために、それは騎士を振り落とす傾向がありますと。そりゃそうだよな。馬を乗り続ける時間が長いほど、馬は早くギャロップし、騎士を振り落とす頻度が低くなりますと。はあ。とりあえず乗ろう。たくさん乗って信頼関係をつかめってことやな。え、どういうこと？これ大丈夫？これ。まあ、とりあえず、あ、でも進捗ちゃんと、あ、やめて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 、ダメだよ。はいはいはい。ね、こうやって振り落とされながらトレーニングするのね。はいはい、大変やな。本当に怪我しないように気をつけないとね。はい。大丈夫？もう一回振り落とされそうで大丈夫？ OK！ いいんじゃない？これ一回降りて。で、あなたの馬とレパードを訓練する。レバート。あ、レバートって言ってたな、これ。はい。レバート、これか。何のことこれ。矢印が中心にあるとき対応する矢印を押し崩す。どういうこと？え？どういうこと？対応する矢印ってどういうこと？あ、こういうことか。はいはいはい。かわいい、馬が立ってる。はいはいはい。はい。はい、馬褒めよう。はい、よく頑張ったね。はい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 。いいね。ということで、またレバートしようね。はい、頑張りましょう。この体勢がかわいいな。すごいね。よ、これ立てるな、お前。すごい曲芸みたいになってるけど、これ。かわいい。よくその体勢でいられるな、お前は。はい。はい。はい、オッケー。ということで、また褒めてね。はい、お疲れ。よくやった、よくやった。いや、だいぶ懐いてきたね。いいね。めっちゃ走りそうやな、この馬。よし、もう一回トレーニングだ。かわいい。ほんとしつけがされてるよな、これ。めちゃめちゃすごいんだけど。はい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 、オッケー。ということで、また褒めて。褒める。
あーいいねー、ブル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 。ほんでトレーラーに馬を入れるということで、待て、ほいほい、どこ行くの。またこいつリードをつないで、はい、トレーラー行こうねと。もうこれあれか、送り返すんか。サクッと終わったな。こんなに短時間でトレーニングって本当に終わるもんなの。ゲームだからか。実際は時間かかるよな。動物を返すためにまた顧客の元に行こうという、また運転が始まりました。あ、わかったよ。じゃあ今度は蔵外してやるわ。ちょっと待って。外してやろう。ね、一回ね。あ、もう外せん。ごめん。外せないわ。我慢して。一度入れたらもう外せないらしい。よし。ということで出発。いや、おとなしくしてるね、ほんと。はい、トレーニング終わりましたよ、と。これでも収入、もう、お金さ、こっちがさ、いよいよ経費というか費用を払ってさ、いろんなもの支出してるけどさ、トレーニング費用入ってこないと破産するんだけど、これ。いつトレーニングした見返りは来るんだろうか。どうやって経営というか収支を成り立たせてるんだろうかね、この人はね。よし。はい。到着。はいはいはい。はいはい。はい、おいで。ということで、配達しますかということで、乗馬訓練10、レバート訓練3、知っていると。知っているという意味がようわからんけど。乗馬訓練1、ということで配送。やったー、注文完了しましたと。家に帰る。はい。疲れた、前だり、お金入んない。あ、お金入ってるんか。あ、よく見たら増えてる感があるな。地味に入ってんのか、これ。入ってたかもしれん。気づいてなかっただけか。ちゃんと支払いはされてるっぽいな。よし、ちょっと待って、ぶつかったわ。もうちょっと仕事で疲れて、ね、馬のトレーニングで疲れて、ちょっともう事故も起こるわ。車の運転もまともにできんとは。よし、さあ、オッケーオッケー。さあ帰りまして、いやー疲れたぜな。いやー動物ね、アニマルトレーナーも楽じゃねえな。あ、もう終わりか。これがプロローグの終わりですと。フルゲームをプレイして、馬の訓練、建築のカスタマイズオプションのさらなる拡張、より多くのペットとペットバリエーション。まあ今回犬と馬だけだったけど、まあなんか製品版になるともっと種類増えるんだろうね。さまざまな体験をしてくださいということで、今回はですね、一応プロローグ編はし終えて、はい、無事にね、犬と馬のねアニマルトレーナーを体験してみました。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバーイ。